はい。ハッピー世界戦の皆様、こんにちは。竹千代です。今日も手帳タイムをしていこうと思います。 えー今ですね、外がね、大雨になっておりまして、多分ね、ザー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 ね、もし音が入ってたら、それは外のね、お天気のせいです。今ね、もう真っ暗です <laughs>。普通ね、5時半とかだったら、今5時41分なんですけど、普段この時間って、もうめちゃくちゃね、もう明るくて、鳥さんがピーチクパーチクやってるような時間なんですけれども、今日ね、なんか晴れてくるのがね、夕方からとかね、そんな感じらしくって、 今もうどうしようもないとしゃべりですね <laughs>。ちょっとね、外に出るのはね、億というか、もう私だったら普通は外に出ないぐらいのね、えー、天気なんですけれども、仕事なので外に行かねばなりません。よろしくお願いいたします。ということで、今日はちょっとね、ペンケースをね、中身をちょっとアップデートね、しようかなと思ってるんですけれど、その前に、えっ、ー、とね、こんな感じでね、 あれ昨日話したっけあのこのさ、クマさんつけたよっていうのは。あ、話したか。なんかね、昨日ね、えー、っと、昨日おとといか。 今まで、その、英語サイズのところに、えシステム手帳に、英語サイズのシステム手帳に、その、英語のさ、やつとかまとめてたんですけれども、やっぱりなんか見直すっていう時にね、ちょっと、あの、M5 にね、書いてあったとか便利だなっていうことで、一応、こちらの2文字でのね、M5 をね、マさんのこのセリアのね、バンドで止めております。昨日、インスタグラムにアップしたんだよね。なんか、YouTube で言ったかどうかちずっと忘れちゃったんで、もう一回言いますけれども、なんで今、こんな感じになっております。ひとまとめにしてあって、 で、えー、っと、こっちの入門しのこの M5 ね。ここに、いろいろね、メモしてあります。私のこの、ちょっとね、お勉強したやつがね、こうやってね、メモしてあります。で、えー、何をと思ったんだっけな。<laughs> 昨日ね、そうなの、昨日もさ、 あまたね、なんか発見がいろいろありまして、まずね、コメントでね、あのー、アメリカに住んでいらっしゃるっていうね、方からコメントいらっしゃい、いあ、コメントもね、いただきまして、で私いつもね、あの、起きた時、起きた起床時間か。起床時間、いつも、アイゴルアップで、アイゴトアップでね、アットっていう感じで、えっ、ー、と、ゲットアップの方ですね、使ってるんですけれども、なんかアメリカだと、あの、ほとんどウェイクアップ、だから過去、過去気になったら、ウォークアップですね、に、を使ってると。 で、私自身の使い分けとしては、あの、ウェイクアップは本当に目覚めた時間ね。もうパッとなんか寝てて、パッて目が覚めた時間がウェイクアップで、もう起床した時間も、あの、ベッドを出た時間がゲットアップだと思ってて、で、あの、積極的にゲットアップを使ってたんですけれども、なんか確かになんか日本だとね、そのゲットアップの方を使いがちなんですって、ただアメリカだと、今はなんかアメリカだと、あの、なんていうの、ウェイクアップの方が結構多いですみたいなね。話をね、 聞いてね、ああ、なるほど、と思いました。確かに、あれなのよ。ウェイクアップの表記はね、多いのよ。あの、文法書とか見たりとか、あと、例文とかね、いろんなの見たりとか、あと、今回の、あの、メモリストのね、リフィルとか見ても、やっぱり、ま、書いてあるのは大体、ウェイクアップだからさ、どっちかっていうと、やっぱ、目覚めた時間、希少して、あの、本当にベッドから出た時間よりも、目覚めた時間をね、やっぱり重視するのかもしれないですね。私、そうなってくると、目覚めた時間、もうちょっと早いからさ。<laughs> 目覚めた時間もうちょっと早いですね。ただ今日はね、えー、っと、目覚めた時間も、起きた時間も5時半なので、なんでそうなると、I woke up at 5時半か。えー、っと、530 <laughs> になりますね。ということで、まあそういう話を頂戴したのと、あとプラスね、昨日ね、あの私、私ゲームナイトするって言ったじゃん。 そう。あのね、昨日友人とね、私の友人は結構ね、ゲームやる子が多くて、で、昨日もうゲームナイトをしようっていうことでね、えっ、ー、と、もう前々から約束してたのよ。で、私はもうずーっともう何ヶ月もゲームとかやってなくって、あ、じゃあ、あのスイッチをね、えっ、ー、と、もう充電しとかなきゃっつって、もう全然充電切れてたからさ、充電切れてたから、 えー、充電はしといたんだよ。充電はしといたんだけれども、あの、アップデートとかさ、そういうの一切忘れてて。 あの昔のゲーム機はアップデートなんてないじゃん。その本体のアップデートとか、それこそソフトのね、えっと、アップデートとかってないじゃん。だからもうそのアップデート自体のその行為を忘れてて、昨日、あの、いざね、あの、スプラトゥーンをね、起動した時に、今フェスみたいなのなんかやってるんですってなんかそれでゼルだとなんかコラボしてて、で、それのなんかチーム ん、が、うんたらかんたらって言って、で、えー、竹一のとこ、テント、テントあるでしょみたいなね、感じだったんですけど、テント全然なくて、テントな、何それみたいな感じで、で、そしたら蓋を開けてみれば、えっ、ー、と、ソフトウェアの更新ね、そのソフトのアップデートをしてなかったがゆえに、そのフェスに追いついてなくて <laughs>、私の時空がね、追いついてなくて、あ、じゃあ、えっ、ー、と、じゃあ更新しましょうかっつって、えー、更新をね、し始めたらね、ソフト、えっ、ー、と、本体のソフトウェア そのゲーム機自体の更新をしないと、あのゲ、えー、そのソフトの更新ができませんみたいになって、で、ゲーム機をアップデートするのに、まず30分、40分くらいがかかったのね。で、その間はもう40分間もさ、あの、できないからさ、一回さ、その退出してさ、もう二人でやっといて、みたいな感じで、退出して、えっ、ー、と、ソフト、ソフトじゃなくて本体の更新を待ったのよ。で、やっと本体の更新終わったと思って、じゃあ次はスプラトゥーンのソフトの更新だと思って、ポチってボタンを押したら、 なんと6時間で出てたのよ。<laughs> で、嘘でしょと思って。まあなんかもうもう、普通にさ、6時間で出てたとしても、だん,だん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 さ、そのカウントって短くなっていくから、まあ、 せめてね、せめてやっぱり30分ぐらいになるかなと思ったらね、5時間半からね、一向に動かなくなって、でももうしょうがないから、もう友人内ね、もう一回ね、あの、ジョインして、もう参加して、申し訳ないんだけれども、もう終わりそうにないと <laughs>。なんで昨日はね、私はゲームナイトに参加せず、普通にそのゲームナイトの間ね、あの、英語の勉強してたんですけれども、でそんな 時にね、またね、あの、事件が起こったのよ。事件というか、あの、私がね、まだね、あの、初心、英語ペイペイ初心者すぎて、え、なんでこうなるのっていうのが全然わかんなかったことが一つだけあって、えっ、ー、とね、それがね、何かっていうと、私がね、あの、日記に書きたかった文章が、私はゲーム機のアップデートが終わるまで、英語の勉強していたっていうね、ことを書きたくて、そう、アップロードって書いてある、アップデートね <laughs>。 これもフォロワーさんに教えてもらったよ。ずっとアップロードアップロード言ってて、アップデートじゃないですかって、アップデートってそうそうそう。私はゲーム機のアップデートが終わるまで英語の勉強をしていたっていうのを書きたくて、私は最初、I was, I was studying English until the game console、uh, finished updating っていうね、英文を作ったのよ。それを作ったのね。で、え、uh, 一応、それを、 えっと、翻訳にね、かけて、翻訳にかけて、ちゃんと訳せるかどうか、その文章に伝わるかどうかやって、プラスして、えっ、ー、と、日本語から英語に訳すやつで、えー、もう一回やってみたのね。そしたら、あの、その訳のさ、やつでさ、あの、出たのがね、出たのが、ちょっと違ってて、I was studying English until までは一緒なんだけれども、I finished updating the game console って出たのね。I! と思って。<laughs> なんで愛と思って。もうそこにさ、ここにさ、もう私も結構日記とかにもさバリバリ書いてるけれども。そうそうそう、そうここのね、ここのね、I was studying English until I finished up I finished up the game console. updating ザ・ゲーム・コンソールって出てきて何がどう違うのっていうことで、私はね、愛がなんでここに出てきたのか全然わかんなかったの。なんで突然ここに愛が出てくるのみたいな。私はもう普通に、アンティルの後、ザ・ゲーム・コンソールを,しあーをし、あの、普通に主体にして、えー、フィニッシュド・アップデイティングってやったから、えー、なんでここに愛が出てくるんだと思って助けを求めたのよ。インスタのストーリーズで、なんで、え、なんでこう、こう、これはどういうことなんですかど,どういう違いがあるんですかみたいなね。感じやったら、あの、英語わかる人が、 それは、なんかその、終わらせる、そのフィニッシュさせるのが、竹千代さんなのか、ゲーム機なのかっていう違いだと思いますって言って、ああーと思って。あの、つまりはさ、そのアップデートっていう行為をしてるのはさ、アップデートを開始したのはさ、私じゃん。私が機械を操作して、そのアップデートを開始してるわけだから、だからここに、 あの、愛が来ると。でも、英語ってその主語のさ、主語とかすっごいはっきりさせる文化だから、主、あ、文化っていうか言語だから、だから、あの、その翻訳機でやると、あの、私、私っていうその主語がここに入ったんだと思いますって言って、 納得と思って。確かにそうやって考えると、あの、その、アップデートっていう、えー、選択したのは私だし、それを開始したのも私だし、それ終わったって判断するのも私だから、っていうことはじゃあ、やっぱり、アンティル I アイフィニッシュズの方が全然自然だなって言って、結局、私がどういう風な英文に辿り着いたかっていうと、I was studying English until I finished updating my game console.my, my game console ってね。今までなんか、 ゲームコンソールってやってたんだけれども、なんかそうするとちょっと行業しすぎるかなと思って、えーと、マイゲームコンソールっていうね、えー、コンソールか、えー、っていう、えー、英文になりました。もう昨日、だからもうほんとね、このね、 ええと、アップデートして、待ってる間ね。待ってる間、その謎、謎が謎すぎて、あ、もうなんでなんでみたいな感じになって、でもほんとさ、もう聞いた時にさ、もう納得しすぎてすげえ楽しかったもう昨日ここら辺は大興奮のね、見開きになりました。ここら辺ね。こんな感じで。大興奮の見開きになりました、ね。みたいな、お楽しいよね。マジで楽しかった。で、それも一応、ここにも書いたんだけれども、ただ日記ってさ、 私今ね、このね、えー、そのゲームコンソールのなんかやつを日記に書いてたんですけれども、それ日記に書いちゃうとさ、いずれ埋もれちゃうじゃん、そういう情報って。あ、こういう時はこういう言葉を使ったとかさ、そういうのって埋も,埋もれていっちゃうから、だから、えっ、ー、と、こっちに改めて、もう、そ、そんぐらい感動したやつってさ、なかなかやっぱり忘れないじゃん。だからその感動したやつに関しては、もう一回で書いてね、違うところに書いて覚えるっていうことで、 そう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 。終わらせるのが私がゲーム機会。要するに、更新という作業を始めたら私だから愛が仕事して出てくる。ということで、結局こういうね、えー、文章が今あの、自分がね、伝えたいこととしては一番しっくりきたので、こういう風にしたよっていうことをね、改めて書いて、書きました。で、一応ね、この M5 にね、書くときにね、使ってる、このノートにね、書くときに使ってるのは、こちらの Z3H ですね。めちゃくちゃ細いです。 だから、ええー、と、大体ね、もうジェットストリームエッジぐらいになるとね、もうほんと1ページに、あの、情報量かなりかけるから、結構ね、結構ね、あのー、もう便利ですね。で、最初のね、一番最初のに発売したジェットストリームエッジってもうちょっとインクがかすれてた印象があるんですけれども、多分今のやつって改良されてるから、あのー、そんなにインクかすれるっていうね、そこまでないかな。もちろんなんかすごいさ、めちゃくちゃ早く、ウェベベベベ,ベーとかさ、すっごい殴り書きみたいなね。 や,つやるるるととももももしかししかかたらちょっと部分的にねかすれることもあるかもしれあないんですけれども私が本当に一番最初に買ったやつよ。もう何年前にエッジが発売したところに買った時よりもだいぶもう,い,もういろんなところが改良されて,てすごいね書きやすくなっておりました。まあ、それ多分ね、あの今回さ、プラチナのさ、キュリダスもさ、新しくなったやつが発売したじゃないですか。キュリダスもなんか新しくなってるみたいなのよ。あの前のね、ほんと発売した当初のキュリダスって あの、キュリダスってプラチナから出てるやつね。多分これ買った人はね、経験あると思うけれども、インク乾くのよ、普通に。 あの、乾か、乾かない構造に一応なってるんだけれども、私はね、えっ、ー、と、あれはね、一週間ぐらいで平気でね、乾いちゃう感じになってて、なんであんまり使わなかったんですけれども、結局ね。結局使わなかったんですけれども、多分今のやつは、今、あのー、普通の透明のね、軸とかも出てるけれども、新しいやつなんかちょっとマットな軸ね、出てるじゃないですか。なんでそれは、あの、新しくもう改良されたやつらしいので、なんでもしね、キュリダスね、 ま、キュリダスはじめ、まあ、キュリダスって、あの、キャップがないタイプのね、ワンノック式の万年筆なんですけれども、そのワンノック式の万年筆で、多分、価格帯としてはキュリダスは結構安い部類に入るから、なので、そういうのを探している、そういう、えっと、キャップがないタイプのワンノック式の万年筆を探しているよっていう人がいたら、あの、今のね、新しいキュリダスとか、もしかしたらいいのかもしれないですね。私試してないからちょっとどうとも言えないんだけれども、ただ、ただ、もう、発売した当初の、 やつとはちょっと違うっていうね、えー、情報は、あの、わかってるので、なので、ぜひね、その、こら辺もさ、最近買ったよっていう人はさ、ぜひぜひ、もう教えてほしいんですけれども <laughs>、そう。本当にね、最初のやつはね、あんまりそうでもなかったんだよね。うん。でも、そ、そ、か、か、結構すごい、すぐ乾いちゃったからさ、だからあんまり使わないようにしてたんですけれども、最新のね、やつがすごい気になりますよね。あの、マットのやつもさ、そうだけど、私はでも透明な軸のやつの方が結構好きだからさ、まあ、機会があったらね、ちょっと買ってみようかなと思います。ただね、 あのキュリダス自体ねあのそのワンノック式っていうこともあるしえっ、ー、と,うーんと、ね、結論から言ってね長いです結構長めうんキュリダス今ねないかなすぐパッて出てくればキュリダス見せられるけどあったわ <laughs> こんな感じですこの初代キュリダスね こんな感じでございます。えっ、ー、と、どんぐらい長いかっていうと、サクラ,クラフトラボと比べると、やっぱちょっと頭一個分ちょっと長いんだよね。見て。で、えっ、ー、とね、これがダイアログ3でしょラーミーのダイアログ3ね。ラーミーのこのダイアログ3に関しては、もうらク,クラフトラボとほぼほぼね、同じぐらいになっております。で、あとは、キャップです。あ、で、普通の、あ、こちらが、 パイロッットののキャップレスの LS ね比べるとちょっと分かります通り LS よりも若干長いっていうね今のそのマットのやつがちょっとどのぐらいなのかってちょっと分かんないんですけれどもとりあえずこの私が持ってる初代キュリダスね初代キュリダスは結構どのえっ、ー、とキャップがないタイプのモデルよりも長いですね そこら辺もね、ちょっとね、手帳と相談してみてください。バイブルサイズに入れるんだったら、あの、いいと思うんですけれども、M6 とかになるとね、もうね、だいぶはみ出すと思います。<laughs> M6 のリフィルがね、M6 のリフィルが、あ、M6 のリフィルこれなんですけれどもこう、こんな感じですね。結構だいぶはみ出す。ちょっと M6 だとちょ、ちょっとつ、あれかもね、もう使いちゃうかもしれないですね。ということで、今日の本題よ。えっ、ー、と、ペンケースの中身なのよ。それをね、 やっていこうと思います。よいしょ。そうペンケースの中身をさ、私はあの日々固定しているわけではなく、もうその時その時でさ、 例えば今勉強してたりとかすると、どうしてもその鉛筆とかね。あの、赤鉛筆とかも昨日使ってましたけれども、それも必要になってくるじゃんなんで、えーと、これにね、ちょっとね、ちょっと勉強に特化した感じの中身をね、作っていこうかなと思います。今、付箋とかもバラって入ってるしね。よいしょ。で、漢方も入ってるしね。よいし。付箋ちょっといろいろ入ってたな。あ、しかもこれ台紙取れてるわ <laughs>。これっぽいしましょうね。よいし。 ということで、何を入れていくかっていうんですけれども、よいしょ。ああ、ああ、あ,あ結構いろいろ入ってたね。あのね、これはね、何かっていうとね、ママチからもらったやつですね。なんかね、なんかについてきたっつってさ、<laughs> よくあるじゃん、財布に入れるとお金が貯まるみたいな。なんかこういうのね、入れております。別にこれさ、お金が貯まる云んとかよりも、なんかも、もらった上に捨てづらいから <laughs>。こう中に入れております。で、入れなきゃいけないやつね。 私がまず入れなきゃいけないやつは、えー、っとね、やっぱりちょっと赤ペンとかはね、ちょっと必要かなということで、ちょっとこれを入れておこうか。これあのね、リスナーさん、フォロワーさんからもらったやつですね。空っぽペンの中に入ってるインクが、え、どこのご当地インクだったっけな広島だったっけどちょっと忘れてしまったが。そう,そうそうそう、ご当地インクがね、入ってるやつですね。で、あとは、蛍光ペン。蛍光ペンもこれね、ビッグのね、このね、ペンはですね、 蛍光というよりかは柔らかいパステルカラーの色になっております。こんな感じで。このぐらいはね、柔らかい色だと、柔らかくて薄い色だと、そこまでね、あの文法書とかね、その他の本とかにね、わーって引いても、まああまりにもさ、ちょっと吸収率が高い紙とかだったら裏写りしとか裏抜けしちゃうと思うんですけれども、まあこのぐらい薄いとね、まあまあまあ平気かなというところですね。で、ピンクでしょ。あとはね、 ま、ピンク、ピンク。まあ、他の色でもいいんだけどね、ぶっちゃけね。ってか、このさ、このさ、リーガルパッドメモリーフィルにさ、目立つ色がいいんよな書描いた時に。よいまあ、これもなかなか目立つか。で、ピンクはどうなるんだピンクは、まあ、ピンクも目立っちゃ目立つか。なんかいろいろね、このね、ビッグのこのマーカー、 いろんな色があって、私はですね、ここほんと何種類もあんだよ、色ね。これもあるし、これもあるし、あと、普通のね、定番のこの黄色みたいなのもあるし、よいしょ。ちょっと色をね、試してみましょう。カラーリフィルだとさ、やっぱり色のさ、出方が違ったりするからさ、ちょっと一番ほんと目立つ色にしたいんだよね。あ、黄色やっぱいいね。 黄色やっぱ目立つね。黄緑色っぽくなるね。水色は控えめね。あ、でもこれもいい色だわ。よし。これも控えめだね。よし。ということで、じゃあちょっとスタメンが交代します。スタメンはちょっとこの子らにします。この水色っぽいやつと黄色っぽいやつね。 これ、私ね、ビッグのやつはね、もう、本当あの、クーピーが入ってるカンカンみたいぐらいのでかいやつの中の何色かですね。もちろんなんか蛍光色タイプもあったんですけれども、私はこのパステルカラーチークなのがすごい好きなので、えっ、ー、と、こっちのね、パステルカラーを積極的に使っております。まあ、ビッグ以外でも、ステッドラーとかもさ、ステッドラーだっけあ、こうやってね。あ、ステッドラーじゃない。<laughs> 間違えた、スタビロだった <laughs>。それもさ、こういう風に出てるから、 あの出てるんだけれどこれはねあのこっちのねよいしょスタビロの方はあれ私がさよくさあれあれはステッドラーか今マーカーがさいろんなところにさ方々に散ってしまってちょっと待って私が普段使ってるやつはステッドラーですねこっちのねステッドラーのテクスチャーテクステクステキストサーファークラシックね テキストサーファークラシックはステッドラーで、こっちの、こっちの形はスタビロね。なんかいろんなのがあるよね。だいずれにしてもね、このね、あの、薄い平らなやつでね、握りやすい。握りやすいっていうか持ちやすいです。なんだかんだ言ってね、このなんかマーカーで書くときに、あの、書きやすい、買ったりするので、ただこれをね、ペンケースの中に入れようとすると、これだけでかなりの幅取っちゃうので、なんで、ペンケースがでかい人はね、もしかしたらスタビロの方がね、 ええと、握りやすくていいかもしれないですね。で、不箋、不箋な、不箋ちょっと後でさ、ポチ袋持ってきますわ。あのと、透明なやつ、透明なさ、袋に入れといた方がいいでしょう。うこれ絶対に。中でぐちゃーってなるからね、それが一枚だから。で、これね、漢方ね、漢方いるか漢方どっちかって言ったらこっちに入れといた方がいいんじゃないのか。漢方はちょ手帳入れときましょうね。よし。手帳はね、絶対に持っていくからね。 もうすっかりポッキリさ M5 のさ民としてさまた復帰してしまったからさここにねここにねちょっとね漢方入れておこうかなと思いますただね本当にねやっぱ荷物が少なくなるっていうのはいいね めちゃくちゃいい。あの、バッグを選ばないっていうのはね、素晴らしいです。あと、重くないっていうね。大して重くないっていう。だって、下手したらさ、こんなのさ、普通にさ、上着のポッケに入るからね。M5 サイズとかあったら。まあ、ちょっと、ポッケに入れると結構重くなるかもしれないけれども。で、これと、あと、カッターな。カッターもこれは必要ですね。これは、あの、セラミックの刃のね、カッターになってて、これ緑のやつですね。この、 この首の部分がすごい回転するようになってて、でこの先っぽにすちょっとねちょ、ちょっと出てるやつね、わあ、見えないか、これは見えないね。 ええとね、先の方にね、ちょっと歯が出てるんですけれども、それがセラミックになってて、これはね、セラミックなんでね、壊れるっていうことはほぼほぼないかな。もう本当に、すっごい圧力をかけたりとか、わざと壊そうっていう思わない限りは、多分これね、セラミックなんで歯が折れたりとかっていうのはないですね。私これもう何年も使ってるけれども、折れる形跡も削れるこう形跡もない、ないので、これね、これ何が便利かっていうと、この首が動くことによって何が便利かっていうと、何か切り抜きをしたい時とかに、 自由自在にね、こうやって動かせるのよ。普通カッターとかってさ、このガチって固定されてるカッターって、自分でこうやってさ、引いて、なんか動かしたりとかし,しないといけないんですけれども、この首がすごい動くことによって、すっごい滑らかだね。なんかこういうさ、うにゅうにゅうにっていう線。 例えば、こう、曲線みたいなやつとかもね、曲線もやれるし、もう新聞とか雑誌、特に雑誌の切り抜きするときとかってさ、人を切り抜くときって、結構そのさ、カーブが多かったりとかするんじゃん。そういうときにすっごい便利です、これね。これも色のカラーバリエーションも多分あるし、多分まだ売ってるやつだと思う、こちらはね。もう長年使っておりません、ね。これ学生の頃からね、使っております。ただ2代目ですね。学生の頃使ってたやつね、一本なくしちゃってね、これ2代目また同じ色買ったんだよね。では、これでしょ。 あとは、こちらのカートリッジャーはまあ絶対必要なので、カートリッジャーにちょっと2本ね、入れておきます。相変わらずね、まあ、今はちょっとその、こうやってね、あの、お勉強で、えっ、ー、と、ボールペンとかもね、併用してるので、昔ほどね、そのインクの消費量っていうのはなくなったから、昔4日に1本使ってたんですけれども、今はまぁ1週間に1本ぐらいでね、済んでおります。で、これ紅茶のやつだね。これね、紅茶になんかついてきたやつね。これと、 あとは、あとさ、本当はさ、この赤お鉛筆を入れたいのは山々なんだけどさ、キャップがないんよ。あの、ここにさ、入れるやつね。ここにシュッてさ、シュッてやるやつね。今さ、でもさ、キャップもさ、私が子供の頃はね、子供の頃は、ほんとプラスチックの買ったいやつ、買ったいやつしかなかったんですけれども、今ソフトなさ、えっ、ー、と、何、キャップとかも出てるじゃん。なんでそのソフトなキャップをね、ちょっと買ってこようかなと思っております。それ必要だよね。 ちょっと赤お鉛筆はね、ちょっと使いたいので、これはね、本当は入れたいんだけれども、今入れられないので、外に置いて、外に置いていきたいと思います。あと、どう、ジュースアップとかどうなの目立つ目立ちはしないな。目立ちはしないから、ちょっとこれは脱落しよう。<laughs> <laughs> もうね、なかなかね、このね、 えーと、レッツの、これレッツステーショナリーグッズの、えー、ペンタボリックっていうペンケースなんですけれども、この子はね、本当にもう前もね、えー、と紹介しておりますけれども、えー、と、すごくね、スマートな見た目に反して、10本ぐらいはね、余裕で入ります。細いペンとかだったらね、12、三3本ぐらいまでね、いけると思います。万年筆とかの込み込みでね、入れると、まぁ大体10本ぐらいだと思うんですけれども、結構かなりね、この中ね、この中すっごい入るので、大変便利ですね。で カラーバリエーションもあるし、あの結構もう自分用としてもそうだし、あとギフトとしてもね、すごいおすすめです。カラーが全部可愛いのよ。私はこのね、あのー、グレーの、グレーのやつなんですけれども、他になんかちょっとサンゴ礁っぽい、なんかサーモンピンク系の、もうちょっと落ち着いたね、色とかもあるし、あとカフェオレみたいな色もあるし、あと、 水、え、ブルー系もあったかなそうそこもね、いろいろ見てみてください。とりあえずね、私はこのグレーを使ってるんですけれども、いい感じでね、もう見て、ここら辺のさ、これ多分ね、この色がついてるやつはね、レクタングルオルターと多分キャバリエさんだと思います、おそらく。で、あとは必要なのはスタンプね、この、 X スタンパーのこの墨スタンプと二重丸スタンプ。これもずっと入ってますね。この、ね、X スタンパーのね、このね、シリーズもね、結構いろいろあるのよ。あの、多分、バツとかもあるし、三角もあ,あるってあるのかな。いろいろその出、えーっとね、かやっぱりそういうさ、帳面みたいなね、つける人がよく使うのかな。これね。 これ結構事務用品系のところに売ってます。ロフトとかハンズの事務用品系のところにあったりとかします。もう特にこのスミスタンプとかはさあ、ちょうどね、トゥードゥーリストにポンって押すのにね、すごくちょうどいいので、でしかも、 やっぱ、トゥードリストってさ、もう書いてそのままよりも、書いて、もう自分は、これやったんだぜって、パンパンパンって押すときさ、すごい爽快じゃんなんで、それがね、自分が達成感を味わいたいがために、こちらのね、スミスタンプはね、えー、超重要なアイテムになっております。あとは、よいしょ。あとはですねあとは桜ク,クラフトラボか。 サクラフトラボの005のこの子もですね、とってもね、勉強とかに使っておりますね。今ね、このちょっと太いやつはね、サクラフトラボで書いたやつ。で、この細いやつは、こっちのジェットストリームエッジで書いたやつですね。で、いずれもね、やっぱボールペンの何がいいかっていうと、付箋とさ、相性がさ、 付箋の,の相性がいいっていうか、付箋とかの相性を考えなくていいっていうね。ええー、と、まずもう、もう大々大,大メリットがありますね。もうマンネイスのインクとかだと、もう付箋によってはね、もうシャバシャバシャバーってなって、もう、あの毛虫、ケ字が毛虫になっちゃったりとか、あともう糊の部分、インク弾いて全く書けないとかね。そういうのが多々あるんですけれども、ただこういうボールペンとかだと、えっ、ー、と、もう比較的ね、どんな紙でも書けると。ただジェットストリームエッジぐらいになると、あんまりなんか紙の 目が荒いやつとかだとこのさペンシンが細すぎるからこのねこの ペン先がさ、細すぎるから、もしかしたらその、もう、回部がいいのさなんか、わらばんしみたいな髪とかさ、今、わらばんしってあんまないけど、あの、そういうね、あの、髪の目がすっごい荒いやつかだと、変になんか詰まったりとか、引っかかったりとかして、繊維がね、あの、ここにね、溜まっていっちゃうかもしれないので、そこら辺だけはね、力加減だけ気をつけてください。もう、そのでも、このサクラ,クラフトロバーも、どれにでもいけるので、本当に非常に便利。そして、コスパがいい。あとね、もう、絶妙な重さなんで、これね、低重心なんだよ。だから、あの、 筆圧がね強めの人とかでも私よくねもう軽いボールペンね だと、もうね、握ってさ、もうここら辺に力が入りすぎて、ここすっごい痛くなっちゃうね。もう検証炎のさ、あのー、もうずっと治んないから。<laughs> 治んないから、ずっと痛くなっちゃうんですけれども、桜ク,クラフトラボは、この重さがね、ある程度あることによって、しかも低重心なことによって、もう力、ね、入れずとも快適なね、あの、書き心地になっているので、これは本当に超コスパ。だいたいもうこれが3000円台で手に入るってことだ意味がわからん。<laughs> <laughs> もっとね、高くていいんじゃないかって思うけれども、それをね、3000円台でやってくれるっていうね、3200円ぐらいか。だから、本当にね、あの、もし、 ちょっと高いボールペンを買いたいっていうことで、それがもしゲルインキだった場合は、桜、えー、ク,クラフトラボをおすすめします。で、あの、このクリップねつかつか、うん、つけていただいた方が便利かなと思います。で、コッパーだとね、やっぱだいぶね、もう、ハゲ散らかしてますけれども、えーと、コッパーだとちょっとね、やっぱり、ハゲハゲちゃうので、えー、と、シルバーの方が、その点ね、えー、いいのかなと思います。ただ、コッパーも可愛いからね、まあ、色でね、まあ、選んでみてください。このね、クリップに関しては300円くらいでね、別売りで売っておりますので、 あね、よろしくお願いいたしますと。あと、油性ボールペンで、あのー、これね、ジェットストリームエッジぐらいに細くないやつをお探しの人は、私はいつも仕事で使ってるのは、パイロットのタイムラインっていうボールペンを使ってて、あれはね、もうね、油性のボールペンなんですけれども、めちゃくちゃインク持つ。本当にインク持つ。私ね、過去ね、多分2回ぐらいしかね、変えたことないんじゃないかな毎日毎日ね、仕事で使ってはいるんですけれども、インクがとにかく長持ちするので、 で、しかもボディもね、すごいかっこいいのが揃ってるのでね。そこもね、タイムラインも、えー、っと、すごいエントリーモデルからハイエンドモデルまでね、あったりとかします。なんか、生地、まあ、軸はさ、木のものとかもあるし、あと最近、最新のやつはさ、なんか、あの、なんか、元素みたいなやないか <laughs>。 なんだろうな、鉱石みたいなね、感じの、宇宙を感じさせるようなさ、なんか軸のやつがあったりとか、あとはなんか限定カラーでね、なんか前、なんかジャパンカラーみたいな感じで、もう本当は真っ赤のやつとかあったような気がするんだけれども、それちょっとまあ限定のね、リミテッドのやつは、ちょっと今あるかどうかわかんないんですけれども、とりあえずパイロットのタイムラインで調べていただくと、もう特殊のね、ページがバーンって出てくると思うので、それもすごくおすすめです。で、 これと、ジェットストリームエッジと、これジェットストリームエッジね、私はね、これ三色バージョンのやつですね。一本のやつじゃなくて三色バージョンね、赤、青、黒が入ってるやつです。ジェットストリームエッジと、こちらの桜ク,クラフトラボを入れて、あとプラスね、シャーペンね。ま、シャーペンこれね、私はシャーペンだとこのプレスマンを使ってるんですけれども、プレスマンはこれもうね、あの、記者の人ね、 新聞記者とか、あの雑誌の記者とか、記者さんがこうやっていろいろ書くように、もう最初から0.9ミリっていうちょっと太めの芯と、プラスで、こちらのね、プレスマン用の芯があって、あの、プレスマン用に、えっ、ー、と、このリフィルっていうかさ、売ってるんですけれども、それがね、見て、非常に長いです、これね。 例えばさ、やっぱりさ、記者さんとかさ、インタビュー中にさ、ペンシンが切れるなんてあっちゃいけないことじゃん。だから、そういうことももろもろ含めて、折れにくい0 9ミリっていうのと、もともとこのね、ロングシンっていうことで、これ、ね、プレスマン自体もね、100円ちょいぐらいのね、えー、土砂発酵なんですけれども、で、こちらのペンシンも100円か。なんて超安いよね。信じられないぐらい安いでしょ。これ、コストパフォーマンスで言ったらね、これはね、もうほんとやばい。ほんとやばい。これ、プラチナラのやつですね。これはね、もう大 ロングセラのの超昔からあるもで、えー、っと、ただ私は、私はね、このプレスマンもすごい好きなんだけれども、こっちのラミーのね、スクリブルのこのね、鉛筆もすごい好きなのよ、こっちのね。これはね、ほんとゴンブトですね。<laughs> もう0.9とか、メジャーねえぐらいの普通のなんか鉛筆がゴンブトなんですけど、ただこれもね、好きなのよね。ちなみにプラチナのプレスマンで書くと、えー、っと、こんな感じですね。 あ、まあ、どっちでもいいんだよね。ただ、こちらのね、スクリブル入るんだったら、こちらをちょっと使いたいなっていうことで、ただこれね、スクリブルはね、多分これもう、え、廃盤だったっけおそらく。うん。確か廃盤だったような気がするんだよね。な、こういうのもありましたよっていうことで,ですね。ということで、じゃあ、廃盤だからあれだね。プラチナを入れとくか。こちらのプレスも入れときましょうか。細いしね。よし、よいしょ。 ということで、えっ、ー、と、これにこれを入れて、あ、やっぱりこのテープのり最後に入れるっていうことを考えると、さっきのラミーやつーと入らなくなっちゃうね。 よし。ということで、えっ、ー、と、手、手帳の中身じゃなくて、ペンケースの中身ね。最後に、このテープのりは必需品なんで、この子を入れまして、えー、完成ですね。新しくで、ね、アップデートされた私のね、勉強もガンガンできるぜ、ペンケースになりました。で、この中に、まあ、赤お鉛筆ね。このキャップを買ってきたら、赤お鉛筆も入れたいなと思っております。ということで、今日はですね、あ、あれだ、質問がもう一つあったわ。 あの、推しはどうやって見つけるんですかっていうね、ご質問いただきまして、皆さんどうですか私はね、あの、どっちかっていうと、えー、っと、生きてる人間の推しっていうのは、ひ、非常にいないのよ。ほんとんどんいないのね。あの、昔から、生きてる人でね、今現在生きてる人で、昔から好きなのは、私多分ね、えー、っと、あゆ浜崎あゆみ あ,あ,あ,ゆあゆ、あゆね。あゆと、多分ガゼットだけですね <laughs> で。それも別になんていうの、本当になんか、ん,んか、その人たちのライフスタイルとか生き様とか、まあ楽曲も含めだけれども、そういうのが好きなんだけど、まあ、あゆとかになるともうほんと、ほんんそ人間が好きなレベルなんだけですけれども、昔から子供の頃からずっと好きなのはあゆしかいないかもしれない。そう、生きてる人間ではね。で、えーと、私はもともとがオタク性質なのよ。もう前からその漫画とかアニメとかが すっごい好きで、その小学校の時とかね、もう本当にこれはね、マジできっと周り迷惑だっただろうなって思うんだけれども、ほんと図工のね、授業の時間とかね、ずーっと私は推しについてね、語りまくってたの、その周りの子たちに。その時はね、私、ナルト、 の、加かし先生とかめちゃくちゃ好きだったし、あとガンガン系のコミックスとかめちゃくちゃ読んでたから、もうそれでいかにそのキャラクターがかっこいいとか、そのプレゼンをねずっとしてたので、ね、もう旗迷惑な話よね、そんなのね。っていうのがあって、もうずーっと推しがいる人生。その時その時でハマってる漫画があって、その時その時で好きな作品、好きなキャラクターがいるっていうね、人生なので、なんで推しをどうやって見つけるのかっていうのはね、ちょっともはやわからないですね。なんか、 その、もう生きてる人間だとちょっと、生きてる人間で推しを見つけるの私はね、難しすぎて、逆にいないです。本当にいない。なんか、追っかけみたいなこともしたことないし、例えばその、あゆが好きって言っ,た言,った言った、言ったけれども、私はライブは一回も行ったことがないです。<laughs> ライブ DVD は持っててもね、ライブに一回も行ったことがない。だから、なんか直接ね、会いたいっていうあれでは、あ、あそこまではね、ないんだよね。キャラクターとかも、えっ、ー、と、私はですね、その原作が一番だと思ってるので、だから、ミュー 政治からもそんなに興味がないし、うん、なんでそういうね、えー、まあいろんなね押し方があります。いろんな押し方があるので、人それぞれ押しの見つけ方もね、色ろ,ろあると思うんですけれども、さ、私はその例えば漫画とかだったら、もう読んでね、もう私のと好きになるキャラってどっちかというとヒール、もう悪役が多いっていうのと、あとカ,カリスマが多いっていうのと、あとちょっとナルシストが多いっていうのと、あと二面性があったりとかね、あのするのと、うーんとね。 あとちょっとね、あーと考えがね、ぶっ飛んでたりとかね <laughs>。あと、でもカリスマはね、ほんと多いかもしんないね。うん、多いかもしれないです。なんか、なんかしんないけど、もうその人自身の美学とか哲学とかがあって、で、それに、 の、ついてってる連中がたくさんいるみたいなね。そんな感じの人が多いですね。なんで、まあ、作品とか色々読んでね、っ、ま、ぱ、あ、それ小説とかもそうなんだけれども、作品とか読んでちょっと魅力的だなって思う、えー、人はいると思うのよ。その推しまでいかなくてもね。別に推しって別にそんなにさ、崇高な言葉っていうか、まあ、身近な言葉だからさ、もうなんか好きってなったら、もう推しと呼んでいいんじゃないでしょうかね。っていう私は思います。なんで、皆さんもね、もう推しをどうやって見つけるのかとかね。<laughs> もしね、なんかハマったきっかけとかさ、その、なんかこ、こ グループの誰々が好きでみたいなねそのハマったきっかけがこういうのでとかねなんかそういうのがあったらねぜひぜひコメント欄とかでね教えてくださるとすごくね楽しいかなと思いますということで今日も見てくださりありがとうございましたではまたね明日お会いしましょうバイチャー